1日に1回程度、多くても1時間くらい。それがちょっとね。1時間くらいだよ。そうなんだ。あれ？サクタロ？え？サクタロ？ に急に帰ってきちゃって仕事どうしたの。ちょっとな、結婚式が近いから忙しいだろうに。ああ、ちょうどよかった。あの式できる着物をちょっと見てほしいんだけど、リスコさんの派手だとちょっとまずいじゃないの。ね、下で広げとくから見てよ。 ミッドナイトウェイブ。それでは次のおはがきを紹介します。ペンネーム焼きそばパンさん。え？わあ、すげえ！僕の同級生に起こった悲劇について書きます。彼女は髪の長い、物静かな女の子です。文化祭で僕たちのクラスはロミオとジュリエットをやることになり、ジュリエット役を彼女が演じることになっていました。 ところが彼女は舞台に立てませんでした。白血病だったのです。長かった髪はすっかり抜け落ち、かつての面影がないほどに痩せてしまいました。僕の勝ちだね。あれ、もしかして寝てた？ わかった。悔しいんだろ。なあ。え？おい、ミスター中野。 Yes. Mr. Hamata. Yes. Mr. Fujimoto. Yes. Mr. Matsumoto. Mr. Matsumoto? Hi. Say English. Yes. Mr. Miyagawa. Yes. Mr. Murata. Mr. Yano. Yes. Mr. Yamada. Yes. Miss Aimoto. Yes.校長先生の骨。
Oi! Aki! です。直接サクの顔を見たらまた無視してしまうか引っ張られてしまうかもしれないのでテープに引っ込むことにしました。あなたがあんなひどい嘘をついて手に入れたウォークマンで聞いてください。あのねサク、今日なんで私が怒っていたかっていうと、サクが軽はずみについた嘘が許せなかったから。ああいう嘘をつくのは良くないと思う。病気の人の気持ち考えたことある？私が死んだらサクはどうする？シゲジイの恋は実らなかったからこそ今日まで長続きしたんだと思うの。一緒にいると嫌なところも目にするじゃない。最後には好きじゃなくなってたかもしれない。でも私はどんどん好きになっていくって信じて